はい。皆さん、こんにちは。道端敏子です。いかがお過ごしでしょうか、えー、今日、録画してるのは1月の、えー、20日ですよね。うん、えー。あっという間に今年ももう20日過ぎたということなんですけど、今、まあ、緊急事態宣言中という形で、えー、お家で過ごされてる方もあると思います。今日はね、IT 集客勉強会の、えー、テストでこれを録画しております。 現在これ作成しているのは OBS という配信ソフトを使って配信しています。で、パワーポイントを見せて、それから、うん、若干音声のズレがあるかなとは思っておりますけど、えー、こうやって皆さんにわかりやすくお届けしたいなと思っております。はい。えー IT 勉強会ももう80回以上やってましてね、えー、ずっとこのリアルでやってきたんですけど、もう去年の3月かなからは、えー、実際にお会いすることができなくて、ズ、えームでやったりしておりましたけど、えー、その中で、まあ、お伝えできること、リアルでやってたことをバーチャルでやるっていうのは非常に難しい部分があるなと思ってましたけど、 まあ、大学の、僕はあの、ハン大学さんっていう IT の、あのー、担当させていただいてて、えー、リアルと同じようにわかりやすくお伝えすることがすごく大事だなぁと思っています。その中で、うん、こういったツールをどうやって使うことによって、リアルに近いものを伝えていくのかっていうのはすごく大事だなと思っています。うん。 でまあ、こういった今、ね、新型コロナウイルスの感染の中で感染者は一個に減らないという中で、えー、講義をしたりそれから人にものを伝えたりする仕事をされている方はこういったツールをいかに使うか使いこなせるかということがすごく大事になってくるかなと思っております。で、まあ、今年のポイントとしては、まあ、世の中の流れとしてはね今、 緊急事態宣言が発令,発令されている中で、うん、例えば2月の17日までですけどこの、うん、緊急非常事態宣言が解除されるのかもしくは延長なるのかこれが一つのポイントになると思いますよねそして2番目としてはワクチンが2月末ぐらいまでに え、接種が始まるんじゃないかと言われている中で、まずエッセンシャルワーカー、医療従事者の方、それから高齢者や基礎疾患の持たれている方、それから一般の方っていう形の段階を踏んでの接種になってくると思いますけど、その中で、え、いかにこの効いてくるかっていうか、ワクチンの効果が出てくるのかということを 考えながら私たちは日々の生活をを送りビジネスをしてていいいいいかないといけないととけ思っていますその中で東京オリンピックの開催7月23日に開催予定ですけどどうするのかとこれも皆さんの関心事であると思いますけど今海外からの旅行者とか入ってこれないという中で えー、例えば選手の方それからコーチの方スタッフの方当然観客の方はどうやって対応していくのかと当然新型コロナウイルスのこともあるし今新たに変異株っていうのが今話題になってますよねそういうのの対応をどうするのかで、えー、検査体制それからまあ宿泊もそうでしょう観光地もそうでしょう、えー、いろんなところの対応 シミュレーションしながらやっていかないといけないという決断をするのが三つ目。その中で大きなチェンジが必要じゃないのかなと。経済が疲弊していく。実際この飲食の方なんか非常に厳しい内容ですよね。でまあ、飲食だけじゃなくて物販店もそうです。まあ、保証金が出てるのもまあ医療、うん、飲食関係ですけど、その他の出てないところもたくさんありますし、 うん、その影響は計り知れないのではないかなと思います。その中で今年のスケジュールを事業者の方はきっちり組んでいかないといけない。例えば2月の緊急非常事態宣言解除されるのかされないのか、オリンピックがどうなるのかどうなるのか、どう開催できるのか開催できないのか、それからワクチンがどうなっていくのかということを 7月までのスケジュールをきっちり押さえていって、今年前半をシミュレーションする。いろんなパターンでやってみることが大事かなと思っています。中で、やるべきことを一つ一つこなしながら展開することが大事かなと思います。で、まあ、SNS とかね、きっちり使ってもらえればなと。こういう話を IT 集客勉強会でやっています。で 今回はテクニック的なことも結構入ってきます。スマホを使ったライブ配信の効率的なやり方とか、新しいアプリの紹介とかもしますんで、ぜひまた聞いていただければなと思います。ではまたお会いしましょう。えー、勉強会は今週金曜日8時からスタートするんで、ズームでするんで、Zoom の URL とパスワードはまた後ほどお伝えします。ではまたお会いしましょう。